オンラインセミナーの開始にあたって開会の挨拶を事務局の高平よりお願いします。はい、皆さんこんにちは。まあ、日中のお忙しい中、このオンラインセミナーにご参加いただき本当ありがとうございます。まあ、これは地域における、地球温暖化防止活動推進として、まあ、地球温暖化防止活動、沖縄県の地球温暖化防止活動推進センターが主催して実施する内容でございます。で、その一環として、次世代エネルギー、水素の可能性についてということでですね、お話、中川先生よりお話しいただきますけども、まあ、2050年、まあ、世界的にも、CO2 排出ゼロを目指した、まあ、カーボンオフセットを目指して、人類一丸となって取り組まなくちゃいけないことになっておりますけども、まあ、化石燃料に代わる次世代エネルギーとしてですね、まあ、水素がやっぱ最近クローズアップされております。まあ、水素はまあ、ある意味無人島、地域にはどこでも取れるものでございます。そういう観点から、まあ、自然共生型の水素リサイクル、水素サイクルと、いうことを検討 しようということで、開始したいと思います。まあ、中川先生は、まあ、琉球大学理学部海洋自然科学科の、まあ、助教授でいらっしゃいます。まあ、自己紹介においては、先生の、講義の中で詳しくは紹介されると思いますので、私の方からは、軽く名前だけ紹介というふうにさせていただきますけども、はい、これより、中川先生の講演をお願いいたします。でよろしくお願いいたします。中川先生、はい、よろしくお願いします。皆様、琉球大学の中川です。どうしましょう。まあ、まずちょっと、タイトルと画面共有をしましょうか。はい、始めましょう。はい、見えておりますでしょうか。はい、このタイトルで次世代エネルギーの水素の可能性としてについてということで発表講演させていただきます。まあ私水素をやり始めてもう何年かな、大学4年生から始めたのでもうかれこれ15、6年以上ぐらいですかね、やっているので、まあ、それなりに水素の知識は たまってるんですけど、まだまだやっぱりいろんなことを知らないといけないなと思っているんですけども、やっぱり皆さんにその今まで の、まあ、知識というかですね、それを、共有したいなと思いまして、このセミナーを、開催させていただきたい、講演させていただきたいと思います。今日はですね、まあ、こんな感じの目次で、進めていこうと思っております。まあ、公開講座にも来ていただいた方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっと一部だいぶ内容が変わっているので、まあ、新しく、新鮮な気持ちですね、見ていただけるかなと思います。で、最新 の、まあ、事例とかも、今回は結構入れておりますので、まあ、その辺も見ながらですね、沖縄だったらどういうふうに、使っていくかなとか、どれがいいかなっていうの、どういうのが当てはまるかなとか、そういうのも考えながらですね、皆さんと一緒に、講演をまあ、楽しんでいければと思っています。で、まあ、時々ですね、質問とかがあるので、それチャットとかに書き込んでいただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ、まずは、自己紹介からですけれども、まあ、私は広島の出身なんですけれども、あまり広島弁出ないってよく言われます。まあ、市内の、広島市内だったので、結構いろんな、人がいたっていうのもあるし、大学で結構いろんな方言が生まれてきたので周りにいたのでもう標準語になってしまいました。で、今は、助教という立場で、助教授ではないです。助教授は結構古い呼び方ですね。
今、昔で言う助手が今の助教になったと思ってください。で、専門は無機化学という科学の分野なんですけれども、まあ、材料科学って言った方がよくて、もっと言うとこの科学がですね、化ける方じゃなくて、サイエンスの方の科学に近いような、専門になっています。というのはですね、もともと物理だったので、物理を、まあ、専門にして、磁石と合金についての、とか、超伝導ですね、の物質とか、そういうのについての、勉強というか、研究をしてですね、4年生で、研究室を大学院で変わって、材料の、こっちのマテリアルサイエンスの方に、来ました。で、ここから水素を始めまして、窒素とか放素とか、そういう材料を、やってます。ここですね。はい。で、それからずっとアメリカに行って、その後、筑波に行って、工学もやりました。システムですね。まあ、電気関係の、その、電気の平準化とか、まあ、その、どうやって電気をうまく融通するかとか、で、それを水素にどうやって組み込むかっていう研究と、材料の研究、両方やってました。で、今が、まあ、材料科学の化学の方になってて、で、水素を貯める材料全般、これ今までやってきたやつと、まあ、リサイクル。で、時々、まあ、こういう磁石と合金についての知識を使ったりとかして、今までの、知識を全部、総動員して研究をしているというような感じをしています。で、まあ、趣味は結構多趣味なんですよ。最近あんまりやれる機会がなくなってですね、だいたいなんか漫画家職ぐらいになっちゃいましたね。ゲームはちょっとしますけど、で、研究やるしかないということで、研究も今頑張っています。で、まあ、特技もまあまあいろいろあるんですけれども、まあ、続いているのは、まあ、まあ、卓球と書道ですかね。書道は最近ちょっとできてないんですけど。で、料理はまあ、だいたい家で、作ってます。で、資格もまあまあ、それをやって、教員免許と、まあ、パソコンのインストラクターもあるので、パソコンには詳しいと思ってたんですけど、結構最近のデジタルトランスファーですね、DX で置いてかれそうになってるんで、ちょっと焦って今勉強してるところです。まあ、いろんなことを興味があるので、まあ、アイデアマンだったりとか、フットワークが軽かったりとかっていうことが、まあ、自分の取り柄かなと思ってます。ということで、まあ、今、で、それでいろいろやってるんですけど、実は、ゼロエミッションラボという、まあ、沖縄、気候変動非常事態宣言っていう、グループの出した時のこのグループから、まあ、発展してですね、ゼロエミッションラボを沖縄に作ったということで、それも、後からですけど、まあ、メンバーに入れてもらってですね、まあ、いろんな、ここにも言いますけれども、今日参加されている方も何人かいますけれども、まあ、ゼロ脱炭素に向けて、市民の立場から、まあ、みんなでどういうふうに、実現していくかなというのを、まあ、話し合いながら、行動しながら、まあ、毎月、集まって、話して、議論とかしています。勉強会とかもしています。なので、まあ、もしよかったらですね、この中のメンバーの方々も、この中の、参加者の方々も、まあ、メンバーになっていただけたらなと思います。で、もう一つ、もう二つぐらい宣伝があるんですけど、今私、沖縄で、まあ、唯一ではないんですけど、まあ、数少ない、2、3人ぐらいしかいないんですけど、水素の研究者の中の一人で、まあ、水素協議会を、まあ、企業と連携してですね、目指しています。活動としては、まあ、水素協議会設立したらこんなことしますっていう感じいろいろ書いてるんですけれども、まあ、今のところですね、情報をとりあえず集約して、あと皆さんに、まあ、還元して、で、まあ、うまく、どことどこをうまくやれたらいいかなとか、人を紹介したりとか、で、まあ、勉強したりとか、したりとか、まあ、そういうことを、したりとか、まあ、皆さんのお手伝いをするという立場の、まあ、そういうグループを作ろうと思っています。まあ、なんか、皆さんで、その、島っていうか、沖縄県で一丸となってですね、水素の、まあ、社会をみんなで作っていきましょう。そういうような感じの、ところです。まあ、主に企業さんでもが、中心で入ってもらってもいいです。入ってもらう企業さんと自治体ですね、を中心としますけれども、個人でも、まあ、すごく歓迎したいなと思っています。今は準備会としてですね、まだ設立してないので、準備会としてですね、水素エネルギー協会という、まあ、全国の研究会ですね、まあ、学会でお金をちょっともらってですね、調査しながら、どんな感じのその水素協議会を作っていったらいいかとか、どういうふうに活動したらいいかっていうのを、みんなで視察とかですね、調査しながらですね、決めて、で、決めようとしています。
で、まあ、その調査の、報告じゃないですけど、集大成を、まあ、2月にセミナーをしようとしてるんですけど、ちょっと今日、発表できればよかったんですけど、日程を。まだ調整中なので、近々、決まったら、報告したいと思います。で、まあ、あとはですね、まあ、もう一つは、水素、沖縄県の水素利活用方針を策定するということなんですけど、まあ、この活動ですね、この助成金を使った活動で調査した結果も今回は少し盛り込んでいますので、まあ、そうですね、いろいろ、新しい情報があるかなと思います。なので、まあ、加盟していただける方を募集しておりますということで、よろしくお願いします。で、もう一つは、これ、沖縄総合事務局に、この間話して、シンポジウムまた別でやりますので、いいので、宣伝よろしくお願いしますって言われたんで、します。こういう地域エネルギーに関するですね、まあ、もうちょっと水素だけじゃなくて、再生可能エネルギー全般に向けた取り組みなので、もう少し広い話が聞けるかなと思います。で、基礎編と応用編があって、もう基礎が、まあ、まず水素のいろはからというかですね、どういうふうにエネルギーに成り立っているかっていうのが、このセミナーで、基礎のセミナーで、話してもらって、で、将来的にはどうなるかっていうのを、まあ、国の動きとかそういうの全部含めて話してもらうみたいです。で、応用編はですね、もっともっと細かいお話にですね、まあ、実際の事例とか、そういうのが、まあ、取り組み事例とか、その法律です、政策ですね、とか、そういうものに関して、話していくみたいです。で、シンポジウムはまた、今の沖縄のですね、取り組みとか、あと、いろいろ他の、事例紹介とかが、ピンポイントでまたあるということです。実は残念ながら、今日が締め切りなんで、もし、この後ですね、応募していただけたらなと思います。はい。で、この、水素協議会で、先ほどの、水素協議会は、まあ、沖縄総合事務局と連携して行うので、まあ、こういったそのセミナーとかですね、そういうものを、まあ、ここと、あと協力して一緒にやっていきたいなと、活動をやっていきたいなと思っております。はい。ということで、まあ、こんな感じで宣伝はこの辺なんですけれども、まあ、次、本題に入りますね。水素社会、まあ、とはって書いてますけど、水素社会について、もう少し水素とは何ぞやっていうところからまず入って、基礎知識としてですね、入り口に入ってもらいたいなと思っています。で、これ、皆さん見たことがありますか？これ、文科省が出してるですね、一家に一枚シリーズの水素なんですけれども、もうだいぶ前ですね、5年、6年ぐらい前かな、に出たんですけど、このポスター、まあどういうことかっていうとですね、まあこれ水素がどこに生活に絡んでるかっていうですね、まあ太陽から始まって、まあこの辺は水素を使うとかエネルギーとして使う方なんですけど、人間の中にもあったりと動物とかあったりとか、まあいろんなところで使ってますよということを、書いています。なのでちょっとじっくり読んでみてもらったらいいかなと思います。ここに、まあ、文科省一家に一枚水素で調べたらですね、すぐ出てきますので、見ておいてください。で、我々はここが結構大事ですね。このエネルギーですね、が大事なんですけど、まあ、これは水素、この社会が、もうすぐそこまで来ているんだよってことを今日はちょっと伝えたいなと思ってます。で、これ、チャットでちょっと質問なんですけれども、なんで世界中ですね、日本だけじゃないですね、今ね、水素を使うようになったかと。つまり、まあ、水素はなんで、何がいいのか、利点っていうのを、ちょっとチャットにですね、皆さん、1分間ぐらいで、ちょっと回答を答えてもらっていいですか。まあ、自分たちが思う形で全然いいです。なんで水素なんだろうっていうのを、多分、聞かれてると思うんですけど、ニュースとか、CM とか、いろいろ聞いてると思うんですけれども、まあ、ちょっと書き込んでみてください。自分が思うような。なんで水素なんでしょうねっていう。結構いろいろあります。どうでしょう？書き込み。はい。原料がたくさんあるから。無尽蔵。同じことを。ね、クリーンエネルギーっていうところですね。はい、ゼロカーボン、そうですね。はい、他には何かありますかね。
ニーズ、あ、ニーズですね。なるほど。なるほど、なるほど。いい視点ですね。もう一個ぐらい、何か。ミサイル進展と韓国軍の番外です。韓国軍合同参謀本部は11日、北朝鮮。あれ、なんか、はい、はい。燃料みたいに対応に使いやすい。はい。ああ、いいですね。はい。まあまあ、割と出揃ったかなと思います。じゃあ、まあ、主なところですね。結構細かいところいっぱいあるんですけど、実際は。まずはやっぱりクリーンエネルギー。まあ、燃やすと水になるということですね。で、水素は、再生可能エネルギーじゃないので、一応気をつけてください。二次エネルギーです。加工するものが二次エネルギーなので、水素はまあ、二次エネルギーということです。まあ、水素エネルギーとかクリーンエネルギーとか、まあ、いいかなと思いますので、その辺の区別をつけていただければと思います。で、原理的には燃やすと水にはなるんですけれども、空気が入っているとノックスとか、まあ、なんか別の不純物が燃えて使用になったりとかすることもあるので、原理的にはっていうふうに言った方がいいかなとは思います。で、先ほども、まあ、まあ、皆さんがおっしゃるようにどこでもたくさんある。つまり、なんていうんですか、ナチュラルアバンダントということですね。で、まあ、なんだっけ、日本語は出てこないんですけど、不存率でしたっけ、よくたくさんあるという、どこにでもある。で、まあ、水だけじゃなくて、植物、動物の中にも入っているということですね。で、あとはなくならないで保存できる。電気は、まあ、意外と勘違いされがちなんですけれども、貯められません。で、どうやって貯めるかっていうと、電池として貯めることが多いんですけども、これは化学エネルギーの力で、化学結合ですね。で、エネルギーを、電気のエネルギーを化学結合のエネルギーに貯めるので、実際に電気を貯めているわけではありません。エネルギーを貯めているんですね。で、そんな電池もですね、自己放電で、ロスします。化学反応が勝手に起こるので。なので、電池をですね、反応速度が遅くなるためにはどうすればいいかというと、冷やす。自己放電しないんですよ。冷やすんで、冷凍庫に入れとくとですね、電池を長持ちしますので、まあ、これ、なんか、小さい時になんか、そのお話も実は聞いたことがあるんですけど、なるほど、なるほどと、高校とか大学とかに思いました。まあ、なので、冷やしておいてください。沖縄はだから、結構早く電池がダメになります。沖縄来てびっくりしたことのうちの一つです。で、化石燃料はやっぱ将来枯渇するし、CO2 出るっていうのもありますね。で、もう一つはちょっと難しいんですけど、高いエネルギーで、であるということです。これは、まあ、縦軸がですね、この図はちょっと見づらいんですけど、重量あたりのエネルギー密度。同じエネルギーを持ってるんだけど、軽いっていう方が上に行く人。で、こっちは体積あたりのエネルギー密度。つまり、まあ、こっちに、右に行けば行くほど、ちっちゃいのに、まあ、パワフルというかですね。エネルギーをたくさん持ってるということですね。はい。で、こっちが電池なんですけど、電池全然密度高いんですね。で、ガソリンとかに比べると全然なので、電気自動車なんかは、頑張っても100キロ、まあ、最近300キロ出てくるようになりましたけども、まあ、めちゃめちゃ電池を積んで、ようやくそのぐらいなんですけど、同じ重さとか同じ、まあ、体積とかだと、同じ距離を走るにしても、水素はもっともっと小さくなるというふうになります。小さくて軽くなる。なので、500キロ、700キロ走るっていうのが、まあ、水素燃料自動車の燃料電池自動車のいいところでやってるんですね。ただやっぱりガソリンには体積あたりが負けているので、やっぱりその車に乗せるっていうのはなかなか難しいっていうのが今のところの共通認識なので、もっともっとこっち側に寄せるように、改良中です。まあそれは水素を貯める材料という水素貯蔵材料というか、まあ、噛みそうな感じの、10回言ったら噛むような感じの言葉のその材料ですね、に貯めるということになります。で、次の質問ですけれども、じゃあ、水素、まあ、水素社会はやってくるといって、まあ、いろいろ宣伝でも言ってきてはいるんですけれども、どのくらい水素の製品が、
身近にあるというかですね、商品として使われているかっていうのを皆さんご存知でしょうか。これもまたちょっと1分ぐらいでですね、チャットに書き込んでいただけたらと思います。商品名とかでいいですよ、全然。多分2個ぐらいはすぐ出るはず。自動車、そうですね、燃料電池自動車、先ほどちょっと話しましたけれども、他には何か、他にありますか。 2,3 個ぐらいいったらもう、あ、なるほど、あ、そうですね、ロケット、そうですね、盲点でした、入れてないですね。そうだ、肥料は、水素は肥料にはならないですね。アンモニアなら肥料になります。まあもちろん水素の溜めてる材料がアンモニアなので肥料になるっていうのは間違いではないかもしれないですね。もう一個ぐらいいきましょうか。ちょっと頑張ったら買えるっていうやつがもう一個ある。もう、あともう一つは普通に皆さん使ってるっていうやつですね。ちょっとなかなか出てこないですかね。なかなか難しいから。ああ、正解です。はい。じゃあ、答えいきます。はい。まあ、もちろん燃料電池自動車ですね。最近はですね、日本だと、未来ですね、トヨタの自動車しか売らなくなっちゃいました。ホンダが撤退しちゃいました。で、海外では、まあ、ヒュンダイだとか、BMW だとか、まあ、GM だとか、いろんなところが、作ろうとしていますね。で、もう一つはエネファームですね。これは、エネファームは、名前としては、エネファームっていう固有名詞なんですけど、実はいろんな会社が、作ってます。東京ガスだとか、愛新世紀だとか、京セラだとか、まあ、いろいろあります。で、価格もまちまちですね。これまた後で話をしますけれども、あ、もともと、まあ、水素を燃料電池に入れて、お湯と、まあ、電気を出しているというやつですね。で、ニッケレミチル、そうです。ここに水素急増合金、っていうのが入ってます。後で説明しますけども、金属は、水素を取り込んで、その時の電気を、まあ、エネルギー、その時のエネルギーを電気にして、電池のモーターとかそういうのを動かしたりとかして、デバイスを動かしています。で、もう一つはですね、最近、まあ、ちょいちょい CM にも、CM じゃないな、ニュースとかにできるようになりましたけれども、自立型水素エネルギー供給システムという、まあ、H2-1 とかですね。またちょっとできました。水素急増合金。これで水素を貯めるんですけど、再生可能エネルギーから、水素を作って、で、貯めて、で、必要な時にお湯と、電気を供給する。まあ、エネファームに近い感じなんですけど、エネファームにプラスして水素を作って貯めるっていうところができているというわけですね。で、これ東芝の、まあ、こういう商品ですけども、まあ、それに近いシステムも結構最近はよく出てきているという感じになります。なので、まあ、大体エネルギーとして、まあ、貯めて、使うっていうことが、まあ、大体多いかなと。で、この辺は全部販売済みですね。ロケットはですね、液体水素のやつも結構、実は需要がものすごくて、種子島で結構使われているので、もしかしたら種子島の水素ちょっとお裾分けしてくれたら、めちゃくちゃいいのになと思ったりとかしています。はい。で、まあ、結構、こんだけ商品があるんですけれども、あんまり皆さんから水素社会がもう来てるというふうな話は聞かなくて、いつ来るんですかってよく言われます。で、その原因っていうのはちょっと、まあ、このセミナー前にいくつか考えてみたんですけど、まあ、まずやっぱり一つは水素関連の商品の種類がですね、まあ、少ないのかなと思ってます。まあ、扱ってる会社が少ないっていうのはまず一つあるのかなと思ってますし、まあ、そうでなしに、まあ、普及してる数も少ないっていうのも、まあ、もちろんあるんですけど、沖縄だとやっぱり、水素自動車が走ってないっていうのもあるので、あまり皆さん、沖縄の方々は感じてないのかもしれないですね。ただ、まあ、東京に行くとですね、水素の燃料電池のバスが走ってるので、全然落としないんですけど、で、しかもスタイリッシュな感じでいいんですけど、まあ、そいつらも、まあ、ちょっと沖縄では出てないので、あんまり来てないのかなっていうふうに思っているかなと思います。で、まあ、そうするとやっぱり普及していると感じにくいっていうのもあるし、まあ、あとはですね、水素っていうものが、全くわからない、どういうふうに扱っていいかわからないっていう人が多いっていうのがあると思うんですね。
っていうのは、まあ、共通した認識がないので、それで普及してないっていうことにちょっと、響いてくるのかなと思います。で、ちょっと怖いから扱わないやって思っている人たちがちょっといるのかもしれないなというふうに感じです。で、その、まあ、もちろん一番はその普及してないっていうのが、水素社会から来てないっていうことと同じなので、まあ、なんで普及してないのかっていうと、やっぱり、その水素とか水素関連の製品が高いっていうところが、かなりあるかなと。でニッケル MH 電池は、例外で、かなりもうよくできたもので、安く売られてはいますよね。なので普及はしています、ここは。で、まあ、それだけで水素社会が来たとは言い難いので、どうすればいいかというと、やっぱまずは水素の価格が高いと。ガソリンに比べるとですね、まあ、0.6 円と書いてますけれども、これは一応頑張った上でこのぐらいの値段であって、実際にもうちょっと真面目に言うとすると倍以上になるような、話になってしまいます。特に沖縄ではですね、もっともっと高くなると思っています。なので、ここの差は結構でかいんですね。1円の差っていうのは実は結構でかい。で、しかもですね、まあ、これは実はガソリンベースで作られているので、ガソリンというか化石燃料ベースで作られているので、実際、再生で作るともっともっと高くなります。で、水素自動車はですね、やっぱりまだ高級車レベルになっているので、結構高いし、選択肢があまりないっていうのも結構、まあ、問題かもしれません。で、バスはですね、先ほど言ってたバスは、まあ、だいたい1億ぐらいからなので、バス、燃料電池のバスを導入するにはちょっとハードルが高い。ただし、最近、第一交通ですかって、でしたっけ、どっかが、で、EV のバスを入れるっていうニュースがあったので、まあ、それもだいたい同じくらいの値段なので、実はじゃあ、入れられるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと最近期待を持って、見ています。で、この水素利用システム、さっきの H2 はですね、これは価格は非公表なんですけど、まあちょっとごねごねって聞いたときにですね、まあ億単位、2億とか3億とか、そのぐらいになります。なので、やっぱりちょっと一企業とかそういうところに手を、が出しづらい感じですね。ただ話によると一部のセレブはですね、沖縄じゃないんですけど、家にですね、その H21 をドンと買ってですね、で、自分のところでちゃんとその水素ステーションを入れてですね、5億以上して、使ってるっていうセレブもいるらしいです。そんな風に稼ぎたいですね。本当に面白いなと思いますけど。すごいなと思いますけど。で、まあ、水素ステーション。まあ、だいたい、3億から5億以上ですね。建設費とかいろいろもろもろ法律を、クリアするとなると、このぐらいかかるので、やっぱり一企業とかではなかなか持ちづらいということですね。で、最近はこの水素ステーションがちょっと安いものが出回るようになりつつあるので、半額とかそのぐらいになりつつあるので、そいつらがもしかしたら沖縄には入ってくるかもしれないですね。この辺は、まあ、期待値を持って、見ておこうと思っています。で、エネファームは、一番、まあ、普及しているこの中で、まあ、未来についてよりもっとですね、普及しているものなんですけど、補助金があると大体、もっともっと半額とかなるんですけど、補助金がない場合はやっぱり100万円から200万円。で、唯一沖縄でやって、販売しているというか、販売できている、沖縄ガスのところは大体200万円前後、補助金なしですね。で、プラス工事費がかかっているので、かなり、割高になっています。で、沖縄県の補助金があるのかどうかもちょっとよく分かってないんですけど、国が補助金を出す場合もあって、でもそれがそろそろ終わるんだろうかな、もう終わったのか分かんないですけど、なので、ちょっとエネファームこれから厳しいんじゃないかな、価格低下しないと厳しいんじゃないかなっていうことで、やっぱり皆さんのハードルが高い。ということですね。で、あとはですね、水素のイメージが正しくなかったり、水素のイメージ自体がないっていうことがあります。で、やっぱり爆発して危ないんでしょうっていう人が、まあ、本州の方では結構多いですね。内地の方々。で、まあ、沖縄の人に聞くと、水素って何と。うちの奥さんに聞くとですね、水素って何ですかと本当に言ってきます。で、何回も説明してもですね、なかなか理解してくれないので、やっぱそこのハードル高いんだなと思いますね。で、やっぱり、まあ、まあ、何度も何度もやっぱりちゃんとこう話をして、まあ、知ろうとする力というかですね、そういう知識をちゃんとしっかり持ってもらって、あとは、身の回り、なんていうんですかね、自分たちのその近いものというか、体験してですね、あ、こういうもんなんだっていうふうに、まあ、百聞は一見にしかずじゃないで、そういうところの経験というか、そういう機会が少ないので、やっぱりちょっとイメージがちゃんとできてないのかなっていうところも多いかなと思います。であとは、まあ、健康にいいっていうのは実は沖縄で先行しているような感じですね。
水素の、流大の医学部の先生も実は水素のなんか吸入とかやってる先生いるんですけれども、まあまあエネルギーとして見てないっていう人も結構いるかなっていうふうに思ってます。あとは一般人が作れないと思っている、あとは一般人が使えないと思っているっていうところがあるか、これはやっぱりさっき作るとか使う機会が少ないとか知識がないとかってそういうところもあるのかなと思うんですけれども、まあ実際はそういうところではないんですね、この辺の3つの部分なので、技術とかができないから、うまくいけないから水素が普及しないんだっていうふうに単純に思うかもしれないんですけれども、まあもちろん価格も技術だと考えればそうかもしれないですけど、水素の普及を阻むっていうものは、実は技術だけじゃなくて、一番大きいのは皆さんのイメージとか知識とか、まあそういう何らかの心理的ハードルが一番の、まあ、問題なんじゃないかなと僕は思います。で、まあ質問の件あると思うんですけど、ちょっと後でお話をしたいと思います。まあ、単純に言うとですね、まあ、簡単に答えておくと、水素ステーションの規模がちっちゃくなったっていうだけです。で、海外の外資系が入っ、外資系というか、海外の装置が、水素ステーションの装置が入ってきたので、もともと安いやつが入ってきたというような印象を持ったらいいかなと思います。ということで、水素、じゃあ、まあ、イメージはあるんですけど、技術の問題をちょっと話をしてみましょう。で、水素をどうやって、水素社会をどうやって作るかっていうと、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、電池と同じですね、自然エネルギーを化学結合で例えるということで、それを好きな時に出し入れするということが、水素社会を作ることの鍵となるということです。で、そのためにはですね、水素を作る、貯める、使うという3つの技術が必要です。で、まあ、よくですね、こっち側の使う側に結構焦点が当てられて、まあ、トヨタが頑張ってるからっていうのがあるんですけれども、実はこっち側の作る側とか貯める側とか、この辺の技術がちゃんとうまくいかないと回っていかないんですね。だから作れただけじゃダメだし、使えただけでもダメだし、貯めるだけではダメということです。で、沖縄県がこれ来てないのは、どれかが来てない。つまり、まあ今のところ売ってるのは買えば買えるんで、こっちの作る方とか貯める方とか、こっちがうまくいってないっていうことが、一つの、まあ理由かなと思います。なので、じゃあ、技術的に、価格的にですけど、使えるようにするということを、意識して、まあ、水素の普及をしていかないといけないんですけれども、まあ、まだまだやっぱりこの辺の作る食べるの技術は割と未熟であるっていうことがやっぱり言えるかなと思います。ということで、まあ、一つ一つの、まあ、技術ですね。この辺を紐解いてみて、実用例も含めていろいろ、お話をしたいと思います。で、その前にですね、実は最近ですね、まあ、八重山高校の高校生がですね、水素製造プロジェクトを、うちの、まあ、サイエンスリサーチプロジェクトっていうのでですね、うちの研究室に、まあ、来てくれてですね、まあ、来てくれて、バーチャルで来てくれてですね、まあ、いろいろリモートで実験を、やってもらいました。どうやって水素を、どの方法が一番水素作れるかなっていう話を、まあ、興味があったので、みんなでやってみようということで、手回し発電機とか、自転車型の、発電機とか。あと、これ何かっていうとですね、エアコンの室外機です。で、これに風車をですね、こうやって、まあ、風集めてですね、ぐるぐるっと回してですね。で、ここで水素を作っています。あとは、オーソドックスな太陽電池ですね。で、こっちは何かっていうと、これ結構面白いんですけど、廃電池です。もう、全然発電というか、ちゃんとその、電子機器が動かなくなった、電池も実は意外と使えるんですね。ちょっと電圧が足らないだけなんです。だから残りの出がらしを使ってですね、水素を作るっていうことを、しています。なので、まあこれ1個、2個かな、つなげて、水素出してて、で、結構ずっと水素出し続けて、まあ待てばゆっくりですけど出てたっていう話です。どれが一番良かったかっていうとですね、実は太陽が一番良かったですけど、効率としては。待ってればいい。動力はめちゃめちゃ大変だったけど、まあ、この、自転車も良かったですね。で、意外と良かったのはですね、この、風力じゃないですけど、エアコンの室外機。割といい勢いに保ってました。で、こっちは、まあ、待ってるだけなんですごい楽なんですけど、もうちょっと電池の数が足らなかったかなっていう感じでした。で、バイオマスも一応やってみました。雑草水素っていうやつですね。雑草を水に入れて密閉すれば水素出ます。まあ、もちろん他のガスも出るんですけど、自然界の菌がですね、水素を出す菌が、嫌気性、つまり、酸素がないところで
発生すると、発光して水素が出るっていうことになります。で、まあ、待てばいいだけなら楽なんですけど、これやってくれた子の話曰くですね、もうめちゃめちゃ手が臭くなると。で、部屋も臭くなると。なので、あんまりもうやりたくないみたいなことを言われてですね、ちょっと悪いことしたなと思いました。しかも全然取れなかったです。この中で一番取れなかったっていうですね、一番損した貧乏口引いちゃった人がいてですね、申し訳ないなと思います。まあ、でも、こういう感じでですね、高校生がお手軽に作れるんですね、水素。まあ、頑張れば小学生っていうので、アイディア次第で水素を作れるということを皆さんに、共有していただきたいなと思っています。で、家庭で作る水素っていうのがですね、まあ、とりあえず、うちの研究室でやってみたんですけど、こんな感じで水素を作れます。これ実はほとんどメイクマンとか、全部か、メイクマンとアマゾンで作ってます。こちらが、クエン酸を 15g の透明水150ミリリットルに溶かしたアイロンとなります。こちらを電極についた、水素の中に入れていきます。これ重曹でもいいです。この発電機の、電極を入れていきます。こういう方が強くなります。この赤い方が正確です。この発電機を回していきます。この発電機を回すと、電気が流れることによってこちらから水素が発生します。大体2分ぐらい回します。こちらから発生します。こちらが水素になります。こちらに気をつけて、出すと。はい。こんな感じですね。全部メイクマンで買って、組み立てました。まあ、アイディア次第でこんな感じですね。お手軽にですね、水素を作れます。ちょっとあれは水素の、まあ、発生の、なんていうんですかね、量、規模が小さいので、1分間に、まあ、2ミリリットルぐらいしか出ないんですけど、まあ、ちゃんとうまくやればですね、もっともっと出るという感じです。あれ、はい。まあ、こんな感じですね、作れるんですけど、いろいろ、水素の作り方っていうのがあってですね、一番、まあ、力技なのは熱ですね。4000度以上の、熱を与えると、水素と水素の分子がですね、水と水素の手が、結合の手がですね、こう、まあ、激しく振動してですね、二人が手を繋いでめちゃめちゃ動き回ると、プチって取れるような感じで、その水のね、水素、酸素の手が切れて水素ができるということやつです。だけど、まあ、他に引っ張り上げてくれる人がいればですね、別のもの、化学反応、なんか別の物質がいると、水素となんか別のものがくっついて、酸素と別のものがくっついて、まあ、水素がもっと低い温度になる。っていうものがあります。あとは、まあ、例えばだから、アルミとか、鉄とか、そういうのの、反応ですね。で、あとは、光ですね。まあ、これは光触媒の話ですけれども、例えば、チタン O2 とか、ああいうやつですね。綺麗になるやつ。光当てたら、菌が死んじゃったりです。あれで、水素が作れます。ただし、まあ、待てばいいんですけど、結構効率が悪いです。ずっと待っとかないと、たくさんできる。で、あとは電気ですね。これがさっきやってたやつですね。で、室温で、まあ、比較的効率がいいです。で、まあ、電源さえあればですね、なんぼでも作れるというやつですね。で、化石燃料、例えばガソリンだとか、まあ、メタンだとか、そういうものから、水と反応させると、まあ、大体1100度。これも熱化学分解と似たようなものなんですけども、同じようなものですけど、まあ、ちょっと区別してですね、まあ、水で、作ると。で、この時に CO2 は出ます。これは結構効率は、まあまあいいです。で、あとは、複製水素といって、まあ、うっかりできる水素。目的のものと、反対、目的のものじゃないんだけど、水素が出てくるっていうやつですね。つまり、まあ、なんか作るときのポイント。で、昔はこれは結構、複製水素ってのは注目されてなかったんですけど、まあ、火星ソーダとかそういう人たち、そういうのを作ってる人たちのは、昔から結構水素を貯めて使ってたというような、ことがあったので、まあ、その辺から、広がってですね、複製水素が広がったと思われます。あとは、よく言われているのがバイオマスですね。これは、室温、ぐらいでできるんですけど、ちょっと温めたらできるんですけど、効率はそんなに良くなくて、たくさん、場所を取ります。で、遅いです。
いうことがあるので、まあ、もっと言うと、ちょっと、悪臭もあったりとかします。なので、あとはその、使い終わったものの、まあ、残渣って言われるんですけど、それの、使い道がちょっと肥料としては厳しいかなっていうので、使い道に困って、処理に困っているっていうところもあるので、なかなかこの辺が難しい、いうことです。で、再エネ作れるのはこういう、この2つ、主に2つです。で、その中でも電気が一番、まあ、効率がいい、で、お手軽なので、電気分解が使われているということです。ただし、やっぱり現在はほぼ化石燃料で作っています。というのは、値段の問題があります。先ほどもちょっと言いましたけど。あと、製造できる量ですね。そんなに大規模なですね、水素の製造、電気分解の製造装置っていうのは、まあ、日本ではあまりなかったので、最近は福島でできたんですけれども、後で言いますけれども、そこができているので、できているけれども、今他のところはほとんどないので、そんなたくさん作れないっていうのもあります。で、先ほど、もうこの値段、化石燃料由来の水素が1000円っていうふうに言ってますけども、再エネだと、めちゃめちゃ頑張ってですね、1344円って書いてあります。で、これはちょっと、頑張ったパターンなので、実際は沖縄で作るとしたら、もっともっと多分2000円とか3000円とかになってるんじゃないかなというふうに思います。で、そうですね、質問の水素として作るか、メタン、あるいはアンモニアとして使って使う製造から消費までどれくらい効率がいいかっていうのを質問ですけれども、これはですね、やっぱケースバイケースです。なので、輸送とかも絡んできます。で、どこで使うか、どういうふうに使うかっていうところがあります。燃料電池として使うっていうんであれば、じゃあ燃料電池どれにするかっていうところにもやっぱり聞いてくるので、例えば水素の燃料電池だ、水素しか受け付けない燃料電池だけだと、メタンとかアンモニアをもう一回水素に戻してっていうことになるので、長期保存とか大量に輸送したりとか、そういう時にはいいかもしれないですけれども、その場で使って作るとかっていうと水素の方がいい。まあそういうことになります。なので、作る、まあ、距離とか、スペースだとか、そういうキャパシティ関係と時間ですね。その軸を全部考えて、あとコストですね。も考えて、コストというかですね、まあ、どういうのかな。まあ、トータルコストですね。その辺を考えてやらないと、どれが一番ですかっていうのはなかなか言いづらいっていう、まあそういう時代になってきてます、今。で、水素を作るっていうことは、アルカリ、水電解ってさっきちょっと、重曹とかでもいいですよって言ったのも、それですね。アルカリで作っています。で、固体高分子、これは燃料電池の、今未来とかのやつの逆ですね。で、こっちは SOEC、これは高温でセラミックで、作ります。なので、ちょっと原理が違います、全部。まあ、基本的にこれはまあ、こっちとこっちは似たようなものなんですけれども、この SOEC だけはですね、酸素をこう通してですね、水から水素を作るっていうのも。どれがこうコストがいいかっていうと、まあ運用状況にもよります。一番まあお手軽にできるのはこのアルカリ水電解ですね。で、高いけど、まあしっかりコンパクトで、しかも結構乱暴に使ってもいいし、まあストップしてすぐスタートっていうのもこれができる。で、こっちの、SOEC の方はですね、ずっと運転しとかないと、これ温度高くしとかないといけないから、ずっと運転しとかないと効率は良くないっていう、そういうものです。なので、まあ、この辺はですね、なかなか、適材適所というかですね、まあ一長一短なので、条件に応じて利用しないといけないということですね。なので、さっきの、例えばそのゴミですね、火力発電ゴミ焼却所の熱を利用すること、これは非常に、いい質問でですね、ゴミ焼却場の熱の排熱を使ってですね、例えば、まあ、高ジェネレーションシステムみたいな感じですね、例えば SOEC の熱を、まあ、熱源をこうそこから取るとかっていうこともできますし、そのまあ熱を使って何か別のものを解出する。例えばメタンを解出するとか。まあそういうことも結構できると思っています。基本的に200度以上の熱があれば、大体何でも利用できるから。ただ、200度の熱っていうのをなかなか利用できるような、システムが今存在してないので、実用的には300度以上の熱源があれば、まあ、大体、何かしらにはうまく使えるっていうようなそんな感じです。なので、排熱を利用するという意味ではですね、この IS コッペって言ってですね、原子力のですね、熱を使って、排熱を使ってですね、
硫黄と、硫酸とかですね、硫黄と、ヨウ素を使って、水素を作るっていう、そういうシステム、サイクルは結構いい効率でできるっていうのが、実は、昔から研究されてました。ただ、原子力発電が少なくなってきてるし、いろいろ用途っていうのがですね、限られてくるっていうことが、あれですね、安全性の問題ですね。っていうことで、制限が出てきたので、ちょっとこっち側今最近廃れつつあります。効率としては非常にいいんですけどね。で、リン酸型も実は昔は結構普及してたんですよ。200度くらいですね。で、普及してたんですけど、最近は、どういうわけかあんまり進んでないです。いろいろちょっと問題もあったので、腐食性だとかね、そういう問題もあったので、なかなか液とかも結構難しいっていうところも大型化することもあって、なかなか普及しづらかったというのもあります。で、先ほどもちょっと話しましたけど、あれですね、アルカリ水電解、福島です。で、こんだけでかい太陽電池を使って、ここで発電じゃないや、水素作って、ここで貯めますというやつです。で、これは、火星ソーダみたいな、そういう、アルカリのものを使って、大電流を流して、ここ全部そうですね。で、水素を発生させる。で、この水素はですね、この水素は、東京五輪の聖火とか選手村とかで使用されました。で、これは、本当に大量に作れるし、比較的安く作れます。ただし、土地あたりの水素、製造量は、効率は悪いです。で、すぐ大型化できるっていうのがいいところですね。ただ場所を取ったりとか、やっぱり腐食性が高いので、アルカリなので、なかなか取り扱いというか、ガイドラインもちゃんとしっかりしないといけなくて、ここまで作れるのはなかなかないかなと思います。ただ、やっぱ土地と再エネさえあればですね、こんな感じでもう力ずで、えいやと作れるというようなことなので、沖縄でやってもいいかなって思うような感じです。なので、なんか土地持ってる人が使ってない土地があったら、こういうソーラーパネルを置いて、で、水素作るっていうことは、いいかなとは思います。実際に行ったことあるんですけど、すごいでかいです。建設してるときですね。できたのはちょっと見てないんですけど、めっちゃでかいです。で、もう一つ変わり種ですけど、面白いのがですね、廃プラスチックを使ってですね、水素を作ってます。ガス化して、で、水素にして、で、友井商会ってガス会社ですけど、この水素ステーションに入れたりとか、燃料電池に入れたりとかして、東急レイホテルに行って、で、そこに、熱とですね、熱と電気を、送ってます。熱ってお湯ですね。だいたいホテルの 30% のエネルギーを水素で賄うってことをやってました。で、最近はですね、農業にですね、これちょっと余っちゃったんですね。なので、農業に使って、植物工場で、完全に電気と、光とですね、使ってですね、温室栽培、レタス作ってましたね。で、いいものができたというふうに話をしてました。なので、こういう感じですね、リサイクルで水素の製造ができるっていうのは一つの大きなポイントかなと思います。ここが、沖縄で、水素をうまく回していくっていうところの、作っていくっていうところのポイントになるかなと思うので紹介しました。ということで、次は貯めるということなんですけれども、なかなか貯めるって皆さん水素の見たことがないとか、扱ったことがないんでわかんないと思うんですけど、5キロの水素、今は700キロ走れるんですけど、とりあえず500キロしましょうと。その時に5キロの水素が必要なんですけど、この5キロの水素ってどのくらいの、常温上、つまり1気圧で、この室温で貯めるときには、どのくらいになるかと。ぷくーっと水素を、風船かなんかに入れるとですね、どのくらいの大きさになるかっていうのを、ちょっと皆さん考えてもらっていいですか。チャットに、また1分ちょいちょいぐらい書き込んでもらったらと思いますけど。どうでしょう。答え分かってる人もいいですよ。一回やっちゃってるんで結構、いろんなところで。覚えてるのでいいんですけど。どういう印象でした?さあ、他には、どうでしょう。
もう一丁誰か。お、いい具合の三者三様の答えが出てましたね。はい。じゃあ、ちょっと行きましょうか。まあ、この数値では分からないですね。5万6千リットル、ドラム缶280本分って言っても分からないので、はい。気球ぐらいですね。この5キログラムの数字、気球ぐらいになります。ちなみに、これ人です。車で言うと、だいたいこのくらい。まあ、こんなの乗せられませんよ、と。むしろもう気球で行った方がいいですよね、っていうような感じになっちゃいます。昔はやっぱりヒンデンブルグ号って言ってですね、まあ燃えちゃいましたけど、あれは実は水素じゃないんですけど、ガソリンが燃えちゃったんですけど、実は。ヒンデンブルグ号が、水素で動いてましたね。水素の気球。昔はよくやってました。で、今ヘリウムが高いんで、そろそろ水素に切り替わるんじゃないかとちょっと思ってるんですけど、ラジオゾンデだったっけ、石垣島とかね、いろいろ気象衛星、気象観測の時にですね、出す気球っていうのが水素で作ってます。南大東とかでもありますね。ちょっと行った時に見れなかったんですけど、そういうのが結構あるので、意外と水素、こう気象界隈ではポピュラーなものですね。まあなんだけど、そのままでやっぱり軽いんで、まあ飛んでっちゃうんですけど、それをどうやってコンパクトにですね、はめるかっていうところが鍵になると。だからやっぱりその体積密度っていうのが、体積エネルギー密度って低い、ちっちゃいってことが結構これでわかるかなと思います。じゃあどうやってっていうと、3つほど方法があります。まあ一番はガスで圧縮するってことですね。タイヤの空気みたいにシコシコ入れると。で、もう一個は液体にすると。で、もう一個は物体に吸わせるということが、まあ大体考えられるかなと思います。で、今一番普及してるのはやっぱ高圧タンクですね。トヨタがめちゃめちゃ頑張ったので、まあ一番オーソドックスな方法、みんながわかりやすいですね。ね、めちゃめちゃ頑丈な、このタンクを作りました。で、10メートル落としても大丈夫というようなものです。で、大丈夫。めちゃめちゃ頑丈なんで、700気圧で、水素を貯めることができます。で、これを3つで 5.5 キログラムぐらい貯められます。5キログラム貯められます。で、まあ、プラスチックライナーとか、いろいろこれ、改良されてきて今の形になってますけど、アルミで使われたり、作られたりとかした時もありました。で、今は量産できるので結構安くなっています。が、まだまだやっぱり高いし、まあ重いし、しかもまあ大きいんですね。そういうまあ危険なイメージがあるというのもやっぱり普及していないというか、なかなか未来を買うのはためらってるなっていう人もいます。で、なんでですね、圧縮水素が良くないかっていうところの一番の問題はこれなんです。圧縮率っていうのは実はまあ大学受験の時にやるんですけど、理科で。科学か物理かでやるんですけど、実在気体。理想気体っていうのがあってですね。いわゆる理想気体っていうのは体積と重さがないやつ。で、実在気体は体積と重さがあるので、まあ、その分だけ、体積の分だけですね、まあ、詰められないんですね。ぎゅうぎゅうになるわけですね。なので、やっぱちょっと詰めていくとどんどんぎゅうぎゅうになってですね、これ以上入りませんよって圧力が、この周りの圧力がですね、高くなってですね、入れなくなる、空気読んで入れなくなっちゃうんですね。なので、実際にですね、70メガパスカル入れたからって言って、700分の1になるかっていうと、そうではなくてですね、約半分しか入りません。まあ、1.4、圧縮率 1.4 で、期待したよりも半分しか出ないってことですね。っていうことなので、高圧にすればするほど損だし、圧力を上げるためのエネルギーとか、あと頑丈性だとかっていうのがあるので、やっぱお金的には損なんです。なので、35メガパスカルっていうのを考えてたんですけど、昔は。なんだけど、やっぱ35メガパスカルだと、なかなかニーズにですね、350キロではちょっとって言われてですね、あんまり普及しなかったと言いますね。まあ、直前トヨタはやめたんですけど、ホンダは最初35メガパスカルだったんですけど、ここで、このインフラとか、まあ、やつタンクとか、その辺の技術がですね、ぐいっとレベルが上がっちゃったんですね。なので、ちょっと高くなった。それが普及を遅らせた原因の一つかもしれないなと、ちょっと、個人的には思います。で、じゃあ液体だったらいいじゃんって話になりますけど、いや、液体も結構問題があるんですよ。で、臨界点っていうのがあるんですね。っていうのは、なんぼ、室温だとですね、なんぼ押しても押してもですね、液体にならないんです。なので、この30点っていうところ、これ臨界点ですけど、これ以下じゃないと、温度も圧力もそれ以下じゃないと液体にならないっていうのがすごい問題なんですね。
だから240度とか200、マイナス240度以下に下げない、230度以下に下げないと絶対無理なんですね。で、しかもですね、難しいのは、この、水素の2人の向きが揃ってないと、息が合ってないとですね、こっち側を向いてないとですね、液体になってくれないというかですね、まあ、なるにはなるんですけど、ここになる時の熱がですね、めっちゃでかくてですね、無視できないぐらいでかくてですね、で、そこにもエネルギーがいるっていう、めちゃめちゃもったいない感じなんです。なので、なかなかですね、そのエネルギーロスっていうのは大きくてですね、さらに言うと、液体なので、ボイルオフ、つまり温められて、水素にピューって出てくるっていうのが、また問題なんです。なので、やっぱご家庭ではやっぱり水素、液体水素が使えない。高密度でいいんですけど、なかなかちょっと使いづらいっていうのがあります。毎日使うような、例えばトラックだとか、バスだとかだったらいいのかもしれないんですけど、なかなかちょっとそこが難しいところではあります。なので、保存性、特に保存性ですね。あと、エネルギーコストっていうので不利なんですけど、じゃあ、どこで使えるのっていうと、実は大量輸送がいいんです。長距離大量輸送ですね。なので、水素の、海外から輸入している、水素フロンティアっていう、最近まあニュースに出たんですけど、ハイストラという会社がですね、合同会社です。トヨタとか、まあ、ガス会社いろんなところ まあ、まとまって束になって作った会社なんですけど、そこがですね、プロジェクトで会社作ってですね、実証試験をしています。で、9000キロを16日で進むっていうですね。で、まだこれ動力がですね、ガソリンか系かわかんないですけど、ディーゼルかわかんないですけど、そのうちですね、水素で動くような、船になるそうなので、まあ、ここでボイルオフ、つまり、はみ出た水素ですね。今戻してると思うんですけど、それをですね、動力に使うっていうことも、視野に入れてるらしいです。なので、完全水素で動く。で、水素だけを運ぶっていうような、まあ、船が、近いうちに、実用化されるということです。で、その水素源は今のところオーストラリアが買ったんですけれども、再エネ使って水素作って液体水素にしてっていうことも考えてるらしいので、そこまでできるようになったら完全にグリーンな水素ができるということですね。で、まあ、大型の保冷タンク、すごく最先端のものを作っているので、ボイルオフ、つまり水素は出てくるのも少なくなっているということです。で、価格もですね、今のところ、まあ、この辺のコスト、船のコストが度外視していると思うんですけども、まあ、天然ガスと同等の価格になるような、エネルギー単価でいうと、エネルギーと同等でいうと、天然ガスと同じぐらいを目指していると。なぜかっていうと、オーストラリアは土地がたくさんあるので、再エネとか、あとカッターもすごく安いので、まあ、日本で作るよりはですね、全然単価が安いんです。10分の1ぐらいとか。そんな感じなので、別に多少運んでてもですね、まあ価格高くなっても大丈夫ですよっていう、まあ、天然ガスと同じようなものですね。液化天然ガスと同じ理屈で、そんな感じになります。なので、大量需要、実は、日本で今作れる水素って少ない、すごく少ないので、天然、再エネ由来とか、だと少ないので、再エネ由来じゃなくてももう需要が足りないようなことが予見されるので、やっぱ海外から今は持ってくるしかない。将来ももしかしたら持ってくるかもしれないっていうことがあります。なので、それを価格を低下させるためとか、水素に対する国際的なそのまあ先取りですね、競争力を高めるために、こうやって損してでもちゃんとやらないといけないっていうのが、今の国の、まあ、国というか企業、日本企業の姿勢です。なので、結構赤字ではあるはずなんですけども、頑張ってくれてるっていうようなことを、まあ、水素ステーションも含めてですけど、トヨタもそうなんですけど、やってくれています。なので、先行投資をしてるって感じですね。はい。ただ、やっぱりそれに、まあ、液体でもいいかなとは思うんですけれども、実際に、例えば車だとか、その他の、その水素製品ですね、燃料電池製品。例えば、携帯の充電とかそういうものとか、アウトドア用の充電とか、ちょっとした電気欲しいなっていう時の、まあ、お気軽な電池とか、燃料電池とか、そういうのを作るには、やっぱり高圧とか、まあ、液体とか結構使いづらいものなので、それに、この車の方もやっぱもっとっと高密度にしたいということなので、どういうふうにすればいいかというと、吸わせるということが次の次世代の、水素のため方になります。で、これは、まあ、いくつか、まあ、分子で取り込む吸着、合金取り込む吸増、化学品取り込む貯蔵っていうのがあるんですけれども、まあ、原理的にはですね、この吸増、貯蔵は大体同じなんですけれども、まあ、ちょっと言い方を変え、ちょっとだけ違うので区別しています。で、どんなものがあるかっていうと、水素吸増合金ですね、先ほどもちょっと話しましたけど、これ後で説明しますけど、詳しく言うと、まあ、隙間に水素が入る。で、出し入れ簡単だし、いろいろ性能も調整できるし、
だけど、まあ、重くて高いものが多い。で、多孔質材料、つまり、まあ、活性炭とかですね。要は、脱臭する感じですね。くっつくんですね、水素。で、まあ、出し入れも簡単ですし、安いんですけど、温度が低くないと、たくさん溜まります。で、軽元素、水素化合物。これが一番今注目されているんですね。まあ、例えば、MCH って聞いたことがありますかね。メチルシクロヘキサンっていうやつです。ベンゼンの、が水素くっついた効能です。とか、そういうの。あと、アンモニアですね。代表的な。こういうのは、結構、コンパクトで、しかも軽い。軽いっていうのは、まあ、重量密度の、水素の重量あたりのエネルギー密度は高い。で、割と安い。アンモニアなんか高い。安いですね。っていうものが多いと。で、欠点はですね、高い温度。つまり、温度を加熱しないとですね、エネルギーを結構投入しないと水素になってくれなかったり、水素を取ってくれ、入れてくれなかったり、吸ってくれなかったりします。ただ、やっぱり、この辺はですね、良いところ、悪いところがあるので、これをうまく適材適所にですね、さっきの液体水素みたいな感じで、まあ、使えるところに使っていこうっていう、そういう感じに今はなっています。一昔前はですね、自分が学生の時は、どれが一番やっていう風な感じで競ってたんですけど、いや、そんなもんじゃないでしょっていう、最適解っていうのは全部万能な解によってないんだよっていうことが、本当にここ10年くらいですね、思い知らされてきているので、やっぱじゃあ適材適所にやりましょうっていう、そういう形になります。で、先ほどもちょっと話しましたね。MCH、メチルシクロヘキサン。まあ、こんな形にしています。ベンゼンに1個メタンがついているんですね。で、今、実証段階です。石油と同じ扱い方です。まあ、石油的なもの、油なので、油というか、まあ、有機溶媒ですね。で、350度で、水素を、まあ、出し入れ、出す方、入れる方か。どちらかします。で、まあ、大体結構、他の、さっきのタンクよりも、まあ、高密ですね。で、体積はそうでもない。で、大量輸送とは燃焼に有利ではあるということです。これはですね、まあ、ちょっと後で言いますけど、まあ、不純物が実はある。で、水素急増合金は、まあ、電池とか、まあ、実用化製品もあります。H2-1 でも使われたりとかしています。なので、今一番伸びてるのはこれかなということですね。で、熱とか圧力で出し入れできて、ちょっと質量、重さによって、対してはちょっと良くないんですけど、体積によってはすごく良い。液体水素と同じかそれ以上の場合もあります。なので、めちゃめちゃ高密です。なので、まあ、重いんだけど、体積は小スペースなので、低値型にいいなっていうことです。で、アンモニアはですね、まあ、化学製品で流通してるんで、結構取り扱いもよく知られてるので、いいっていうのと、直接燃やせたりとか燃料電池にすることもできるので、いい。で、ただし、やっぱり500度以上が必要なので、使うには、水素にするにしても、燃料電池にするにしても500度以上がいるので、ちょっと、扱いが難しいか。使うときのエネルギーが難しい。コストがかかるかなと思います。でもやっぱ抜群にですね、密度がすごく高いので、これは魅力的だってことで、昔というか、一昨年か3年前ぐらいまで、国の、政策というか、大型プロジェクトとして研究されていました。まあもう一つは利用の幅が広いっていうことも結構いいですね。肥料に使われたりとか、化成品とかもありますし、アンモニアとしても、まあ、なんですかね、水素の仕方とか、エネルギーの仕方っていうのも結構広いかなというとあとは長期的に保存できたりとかすることもあるし、まあ、簡単に変えたりとかすることもできるということなので、まあ、かなり利用、いろんなところで使えるかなと思います。なので、一長一短ですね。まあ、やっぱりこれだと。で、利用条件でやっぱり選択しないといけないというところです。熱源がたくさんあると、やっぱりこことか、このアンモニアとか、メチルシクロヘキサンとか、そういうのをうまく使うといいのかもしれないです。なので、メチルシクロヘキサンはコンビナート、この後にこれかな。はい、有機化学反応で出し入れするんですけど、ガスタービンに水素供給し、その熱を使ってですね、また、水素化させたりとか、脱水素化したりとかして、うまく、効率を上げてるみたいです。で、今のところはですね、水素供給コストは1000円より下がるというふうに言われています。まあ今実証段階なんですけど、今でもブルネイからですね、作ってですね、輸入して、まあ実証実験は成功しています。で、それでタービンで水素供給してですね、まあうまく、まあ回りそうだっていうのがなんとなく分かってきたみたいです。で、しかも作り方も温度をかけずに電気をかけるということで、作ることも、まあ開発したみたいなので、これでまたちょっと効率が上がったので安くなっていくんじゃないかなっていうふうな見立てらしいです。
ただ一つの一番大きな欠点はですね、水素の純度がちょっと悪いんですね。燃料電池に入れたら、もしかしたら、性能が落ちるかもっていうふうに、まあ、水素、燃料電池の寿命を縮めるかもっていうふうに言われています。なので、この辺はしっかり慎重にちょっと考えないといけないんですけれども、まあでも、発電とか、水素エンジンとか、まあそういう燃やす場合だったら全然いいっていうことです。で、もう結構、その輸入化できているので、即効性のある、まあ、大量輸送法の一つかなと思っています。っていうのは、液体水素はようやく今、まあ中にのものを入れずに出し、行って帰ってきたぐらいの、そんな感じなので、なかなかちょっと今、データ取りに行ってるので、苦慮してるので、この MCH よりももう何年かはやっぱり遅れるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってます。で、次、水素急増合金なんですけれども、まあ、合金があると。で、水素が分子の状態でいるんだけど、なぜか水金属の周りに来ると、パカッとこの人が、この2つが割れてですね、原子の状態、1個ずつの粒になって、この、金属の隙間に入るということです。まあ、仲良しのお友達が教室に入って、椅子に座ると同じような感じだったみたいですね。で、水素を吸うときに発熱して、水素を出すときに冷却されるということなので、熱を貯めることもできるということですね。で、これはすごくいいのはですね、ボンベに近い感覚で使えます。しかも繰り返し利用可能なので、1回買ってしまえばですね、まあ1000回と言わず1万回ぐらいでも何度でもいけるんで、まあ買ったら買いっぱなしでずっとですね、まあ特になんか問題が、事故とかですね、ぶつかったりとか、なんか使い方が悪くない限りはすごく使えるっていうような、そういうような、ものですね。なので、ボンベと一番近いので、まあ一番普及しやすいんじゃないかっていうふうには言われています。で、イニシャルコストがかかるだけなんで、後の導入費用以外は水素価格とランニングコストは同じです。ほぼ同じですね。ちょっとエネルギーがかかるパターンもありますけど。で、合金の価格は、まあまだ未確定です。っていうのは大量合成したっていうのがあまりないので、ただ目標は今国のプロジェクトとしては300万円、1トンあたりですね。なので、まあ、それなりに手の届くような価格になる予定だというふうになっています。一番今、有望視されているのはチタンと鉄ですね。皆さんがよく使っている、まあ、ゴルフの方々ですね。チタンとかあります。の鉄とチタンの合金が、ちょっと特殊な方法で作ると水素を吸っちゃうという、そういうやつですね。なので、安いです。安くなります、めちゃくちゃ。で、合金はですね、やっぱり熱を貯めたりとかすることができるので、高ジェネレーション。で、イチゴの早期栽培を使ったりとか。で、再上して実際にもう20年近くやられています。で、今度は、あとは最近はよくですね、介護用アクチュエーターとかでも、まあ、昇降機ですね、も利用されています。トイレの、ちょっとよっこいしょっと上がるときにですね、力入れないように、ちょっとこう、なんていうんですか、座席が、便座がちょっと立ち上がるみたいな、そういうような、やつとかですね。まあ、重いものを持ち上げるとか、っていうことでよく使われています。圧力が高まると、やっぱりそれだけ、なんていうんですかね、力をこうビッて押し上げる、押しのける力があるので、それで、今、注目されています。なぜかっていうと、この介護用って介護やられてる方は音気にされるんですね。なので、その音が聞こえないように、音すると嫌だっていうので、音しないやつないっていうので、あ、これ使えるじゃんってことでなったみたいです。まあ、ちょっとシートポンプの話を少しだけ紹介しますね。ちょっと、はい、見ましょう。それでは実験を始めたい。これうちの実験室です。を実験にしたいと思います。約10気圧の水素を実験しました。どんどん今吸ってますね、水素。これ圧力です。最初約10気圧の水素で加圧しました。その後
温度が最初24度を表していましたが、約10度ほど下がっています。この温度が下がっていることを利用しているのがクーラーです。今回はこの点数を用いて表したいと思います。真空になってますね。楽しいです。これジョークです。気温22度、夏場で22度でやったので、まあ涼しいですって言っても、本当はそんなに涼しくないんですけど、まあそんな感じですね。まあ、温度が下がったのが分かるかなと思います。水素を吸うと温度が上がって、水素を出すと温度が下がるというふうになります。はい。で、もう一つ、まあ、応用例で面白いのがですね、水素吸導合金を使って、水素トーチ、つまり東京五輪の聖火ですね。走った方もしおられたらあれですけども、あの中に水素吸導合金が入ってますね。で、これめちゃめちゃ、日本の技術の水を使ってですね。水素を燃やすとですね、実は水素見えづらいんですよ。青いので。温度高いので。なんですけど、じゃあ何で色あったかっていうとですね、炎色反応。中和国高校でありましたね。まあ、オレンジにしました。これ何入れたかっていうとですね、重曹です。重曹を入れてですね、オレンジにしました。で、でも水素をこれたくさん貯めたいんですけど、で、長持ちさせたいんですけどって言ってたんですけど、なかなか、高圧は無理だったので、水素吸導合金を使いました。で、コンパクトになったんだけど、でもリチウムイオン電池の方がやっぱり、ヒーターがいるのでですね。っていうのは水素を出すとやっぱ冷えちゃうんで、ヒーターがいるんですけど、リチウムイオン電池がめちゃめちゃ、体積と重さを取っちゃってですね、この水素吸導合金最初大きかったんですね。だから、じゃあこの火の熱を回収しようってことで、まあ結構頑張って、この、トーチの形っていうのは、その熱をちゃんと、電熱するような、伝えるような方、形になってるらしくてですね。で、それをグラファイトの棒でですね、金属じゃなくてグラファイトですね。グラファイトの棒で電熱させて、水素吸導合金を温めるということをしたみたいです。そうすることで、最初5キロぐらいだったかな、以上だったのが、結局 2.4 キロになったっていう、非常に、いい、まあ、技術革新でできました。結構高評価だったんですね。なので、聖火は水素で燃えていました。聖火台の聖火も水素で燃えました。で、これは、福島で作った、さっきのところが作った、まあ、水素です。ということです。で、もう一つの実証プロジェクトなんですけれども、まずいくつか言うんですけども、さっきのまあ、H2O みたいな感じですね。ハイドロキュービックという名前で、福島県郡山市で。今実は水素のメッカはですね、福島県です。復興予算でめちゃめちゃたくさん水素のエネルギーの、実証実験とか、お金がついています。で、産総研の福島が清水建設と一緒にやってですね、市場でですね、水素を使って熱も利用してっていうことをやってました。先ほどのチタンと鉄の合金ですね、燃えない、火を近づけても燃えないっていうやつを開発してですね、まあ、法律に引っかからない。1メガパスカル、10気圧以下じゃないと法律に引っかかるんで、法律カラーにして、で、これ、表面をきれいにしないといけなかったんですけど、表面にきれいにする必要もなく、普通に吸うように、ちょっと吸うようになりました。で、危険物に該当しない、まあ、火がつかないので、該当しないので、めちゃめちゃ扱いやすくて、法律上も、スムーズに導入できるようになった。なので、まあ、お金さえ、出せばですね、これがポンとこっち側に、沖縄にも持ってこれるっていうような、そういうようなシステムになっています。で全部再エネ水素で運用したかってちょっと怪しい、わかんなかったですけど、でもそう、確か全部運用してた時もあったみたいなんで、全部ちゃんと使えてたみたいですね、その再エネで。で、ちゃんと CO2 の削減量は 53% 削減できて、太陽光を導入したとして、だけ、その導入したよりもさらに 21% 削減できたということなので、CO2 の削減に非常にいい、形になります。で、まあこれはですね、その H2O の大パッケージの大規模版だと思ってもらっていて、まあいろいろカスタマイズできますよっていうところがいいところです。で、清水建設の金沢の北陸支店でも導入して実証してて、まあ次のフェーズに行ったっていう感じみたいですね、これは。なかなか面白いことをやっています。で、もう一つの取り組みとしては水素ステーションですね。これはケミカルコンプレッサーって言ってですね、水素吸導合金がですね、温度を上げると水素がたくさん圧力をたくさん出すんで圧力が上がっていくんですけど、まあそれを利用してですね、まあ未来で入れられるくらいの圧力にしましょうというような感じの、ものです。これは、まあ排熱をうまく利用できるので、エネルギーがいらないっていうのと、
コンプレッサーが非常に高価なんですね、実は。70メガパスカルにするのが非常に高価なんで、しかもメンテナンスがちょくちょくいるので、それよりはまあ水素吸蔵合金使ったらいいじゃんっていう話になって、まあ、導入コスト、コンプレッサーやるよりも導入コストは実は合金は安いってことが分かったので、で、さらにトータルのコストで全然安くなるってことが分かったので、それをじゃあ実証しましょうってことで今、こちらも産総研なんですけど、筑波の方ですね。で、やっています。で、熱利用ももちろんしますよということです。なので、これは結構水素吸蔵合金の特性を生かせているいい例ではあるかなと思います。これはなんでかっていうとですね、いろんな自分のやりたい性質にいろいろチューニングして、こういう性能を出せるというところがいいと思うというところです。で、もう一個は、もう一つ面白いのがですね、東北でやってます。宮城でやってます。コープ沖縄が、コープ宮城がですね、水素のデリバリーシステムの水素吸蔵合金です。再エネで作った水素を、水素吸蔵合金のカセットで入れて、トラックで輸送して、いろんなところに運んでいると。で、一見その重いし、なかなか運べないんじゃないって、効率悪いんじゃないっていう話だったんですけど、どうやらですね、トラックで輸送する、その往復する回数が減るから、逆にトータルの感じ、コストで言うと良くなったというふうな話なので、意外と回ってるらしいです。ただし、これやっぱ近距離に限るらしいので、近距離の輸送方法としては非常にいいかなと思います。なので、沖縄でもこれは導入してもちょっと面白いかなと思っています。で、まあ、さらにこれは水素だけじゃなくて、廃油油との水素の混焼発電も追加して、まあ、完全にその、まあ、カーボンニュートラルにしていこうっていうような形にしているみたいですね。なので、全国展開を視野にしていると書いてあったので、まあ、声をかければもしかしたら入れてくれるかもしれないかなというところです。なので、一見その水素の吸蔵合金とか、水素やってる人たちは、これアホじゃないって一瞬思ってたんですけど、いやいや、そうでもないですよっていうことがよく分かったっていう、そういう一つのいいです。我々の常識を覆してくれるんですね。で、最後、まあ、貯めるものの、まあ、代表としてアンモニアなんですけど、まあ、ご存知の通り、まあ、どこでもある。で、まあ、安い。で、安いんですけど、さらに言うと、これ化石燃料から製造して水素を、化石燃料から製造した水素を使って作ってこれなんですね。なので、再エネから作るともっともっと高くなるんですけど、合成法自体をもっともっとですね、安く、そしてお手軽に作れるような技術が100年以上ぶりにですね、発見されました。で、今、プラントを作ろうとしています。新しい触媒、まあ、名前がちょっと、ややこしいんですけど、まあ、なんかできます。で、今までは400から500度ぐらいで100から300気圧をかけてたんですけど、300度で1気圧っていうので作れるので、コンプレッサーはいらなくなった。これだけでもかなりでかいんですね。で、再エネ水素と空気中で合成して、もうちょっと、まあ、これに近づける。この今の現行に近づけるようにしたいというふうにしてるみたいです。ただ、これの一番の売りはですね、オンサイト合成、つまり、小規模で、採算が取れるような、プラントっていうのを、効率が良いなプラントっていうのを設計できるっていうところで、まあ、分散型の電源というかですね、まあ、貯蔵と、アンモニアの貯蔵とか利用とかで考えると、これは結構一ついい手になるかなと思います。なので、これが普及すればですね、日本から普及すればですね、世界的な、まあ、大ムーブメントになるんじゃないかなと思って今注目しています。ただやっぱり温度が結構かかっているので、次の仕込みとしてはですね、西林先生っていう先生がいて、その先生が常温常圧でですね、錯体というものを使ってですね、まあ、人間のヘモグロミンみたいなやつ、それに近いやつの形のもので、常温常圧で作るんだったので、これでもっとコストが安くなるんだったら、もっともっと大革命、さらに大革命が起きるんじゃないかなと思っています。まあでもそんなことしなくてもですね、アンモニアってその辺にあるんですよ。まあ、後で言いますけど。で、どうやって利用するかっていうところは、もう少し詳しく言うとですね、アンモニアをエネルギー源にする場合はですね、原理的には窒素と水のみ発生するんですけど、燃焼が不完全燃焼すると、こういうのが出てきます。で、CO2 は、別の、なんか別のもの、不純物入ると出てきますね。で、ガスタービンで発電、まあ、混焼すると出てくるんですけど、で、ガスタービンで発電するのが IHI で、発表されて、国のプロジェクトですね。で、100% アンモニアの、まあ、条件によるんですけど、成功しました。で、もう一つは石炭と混焼します。なんでかっていうと、石炭と燃焼するときの性質ですね。燃料カロリーが近いので、混焼できる。混ぜても問題ないし、100% 燃焼できるような状況も、実はちょっとだけできたみたいな
とも言ってました。なので、近い将来、まあ沖縄では石炭火力多いので、こういう感じの、まあ、混焼したいっていうふうに、まあ、沖縄電力も思ってると思うんですけれども、まあ、すぐ、既存の設備をそのまま入れ替えるだけでいけるという感じなので、なんかうまくいくっぽいです。ただ実証できしてる、経験自体がまだ浅いので、なかなか本格導入ができてない状況ではあると。で、アンモニアが一番問題なのは、ノックスが出るんですね、不完全燃焼。それがずっと問題だったんですけど、なかなかそれはですね、今、解決されてきてですね、ノックスは全然出てこなくなりました。まあ、全然というとちょっとあるんですけど。なので、これがですね、近いうちにうまく普及できするようになれば、だいぶこのゲームチェンジになるかなというふうに思います。発電のですね、CO2 排出率かなり大きいので、これだけ、これが全部置き換わるとすると、石炭発電が置き換わるとすると、多分、石炭だけじゃなくて、LNG とかですね、に変わると、もうかなり、半分まではいかないけど、運用があるので、だいぶ CO2 の削減ができるんじゃないかなという感じです。で、もう一つは、燃やすっていうよりは、別のものに、さっきの SOEC です。それの逆ですね。酸素がこう伝わってですね、水になっていくというやつですね。で、セラミックを使うと。で、まあ、ちょっと、容量自体はちょっと少ないんですけれども、どん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 容量を大きくしていって、まあ、安定的にですね、発電できるようなものも今作られています。まあ、これ何がいいかというと効率がいいんですね、かなり。なので、ノックスも出るんですけど、それもなんとか、最近、IHI ですかね、がまた、解決してくれてるみたいです。で、アンモニアを使うにあたって、やっぱりちょっと、抵抗があるかなと皆さん思われるんですけど、っていうのは毒であると。で、致死量は 2500ppm 以上、まあ、どのくらいかちょっと微妙に分かってないんですけれども、死亡、アンモニア水をかぶって死亡した例もあるので、まあ、かなり危ないものであると。で、腐食するし、まあ、金属とかも腐食するので、ちょっとあんまり、敬遠したいなと。で、身の回りではしかも、使いたいと思っても、低濃度しか発生しません。トイレは結構少なかったです、実は。実際、大学のトイレを調べるとですね、0.001ppm ぐらいですね。めっちゃ少なかったです。まあでも、トイレの尿とかでですね、アンモニアを発生するので、尿素がアンモニアを出すので、まあそれで、アンモニア源いっぱいあるんですね。だけど、なかなか、臭いだけで終わってしまう。なので、回収する、めちゃめちゃ薄いので、それを濃縮すればなんとか、まあうまくいくんじゃないかなと思ってます。で、今、うちの研究室で研究しているのが、塩でですね、吸うと。で、これは高校での科学で習うんですけど、錯体というやつですね。金属にアンモニアがガチッとくっついて、匂わなくなったりとか、腐食性もなくなったりとか、もっと言うと密度が高くなったりとか。で、しかも、めちゃめちゃ薄くても吸ってくれる。で、うちの実験室ではちゃんとそれを研究というかですね、まあ、使って回収しています。で、色も変わるし、結構いいです。で、まあ、水素変換が高温でったりとか、NH を取り出すのが高温だったりするのが、そこは欠点ではあるんですけれども、まあ、ほっとけばエネルギーが取れるし、脱臭できるっていうのは結構いいかなと思います。で、まあ、これをですね、まあ、応用すれば、まあ、変換、まあ、こんな感じですね。アンモニア源が出るところ、アンモニア出るところで回収して、さらに、まあ、うちで研究して、さらに研究してですね、アンモニアボランというものにして、水素を100度以下で出せば、もっともっと、まあ、エネルギー効率がいいかどうかは分からないですけど、お手軽にですね、水素が作れるようになるということです。まあ、そのアンモニアバランを使ったですね、プロジェクトを今、うちで、うちの研究室を含むいろんなところで国のプロジェクトをやっています。で、これを全部実用化しましょうというようなプロジェクトをしています。で、燃料電池に流して発電して、まあ、作るところから戻すところまでっていう感じですね。で、これをうまくリサイクルしないといけないので、リサイクルが大事なんですけど、まあ、一応、開発、しているので近い将来もしかしたら皆さんのお手元に届くかもしれないということです。でアンモニアボランどうやって水素を、充電するかっていうと水素を使って出して充電するかっていうのをちょっと見てみましょう。アンモニアボランを使って水素を発電できるようにしていきたいと。具体的に何がやっていきますかというとアンモニアボランから水素を発電させてこの水素を電気エネルギーに変換してこの iPhone に充電できるかどうかという確認をしています。クエン酸を2つの要素に分けていきます。なぜクエン酸を使うかというと、クエン酸を使うことによって、アンモニアの発
水分が含め水素を発生させる状況がとても早くなって、今回テーマにしたいと思います。で、吸った空液をここに出します。で、出しましたら、次はここの2つをつなぎます。で、ここまで塗ったら、あと抽出の方を入れていくだけ、押していくだけで、アンモニア用意します。それでは入れていきます。これを使って、将来的に充電の電力を作っていくことができるという感じですね。はい。まあ、もう充電できるところまで来たんで、あとは製品化するんなんで。はい。はい。まあ、それを今やっています。で、最後、まあ、水素を使う、あ、最後じゃないな。まあ、水素を使う、作る、使う、貯める、使う中の使うなんですけど、まあ、先ほどもちょっと、いろいろお話ししましたけれども、燃料電池の種類としては、こういう先ほどの SOEC もあったり、まあ、溶融塩炭酸が、炭酸溶融型とか、固体高分子、まあ、いろいろ種類があります。その他、アルカリもあるし、バイオもあるし、直接燃料もあるんですけど、今使われているのは、まあ、大体、この固体高分子と固体酸化物が、まあ、メインであるということです。まあ、使いやすさとかの問題と効率の問題ですね。で、まあ、先ほどの固体高分子型の例としては燃料電池車ですね。で、これやっぱりまだ技術がまだまだもう少し安く作る技術がいるので、まあもっと良い技術がいるということですね。で、まあラジコンをちょっと飛ばしましょうか。ちょっと時間がなかったので申し訳ないですけど。はい。で、エレファームもやっぱりその固体酸化物型の代表例になっています。で、まあ大量のガスが必要なんで、都市ガスの方じゃないとちょっと厳しいかなっていう、毎日毎日ガスを持ってくるようになっちゃうので、結構大変です。で、まあ、今のところは補助金がなかなか難しいです。で、塩害対策が沖縄では必要なので、それをクリアしているのは唯一、沖縄ガスの、アネファームだけらしいです。まあ、でも、やっぱり価格低下が普及の鍵であるということは、これも同じだということですね。で、実は燃料電池だけじゃないんですね、最近は。水素エンジンもやっぱ熱いと。24時間耐久レースでもちゃんと走りました。これは先ほどのノックスの問題をクリアしているということもありました。であとは、バックファイヤーって言って、水素はめちゃめちゃ、出るのが、燃焼が早いので、燃料のところまで、火がいっちゃうんですね。それを解決したっていうのが結構大きいかなと思います。で、エンジンなので、多分原理的にはですけど、燃料電池よりは絶対安いはず。で、乗った人がみんな言うには、踏んだ後に、アクセル踏んだ後の遅れ、踏んでちょっとしてギュッていくんじゃなくて、それがもうスッと出るっていうので、遅れがないっていうので、車好きの人にはすごくたまらないらしいです。で、課題はやっぱりちょっと水素貯蔵、燃費が悪いので、貯蔵の問題と。あとはパワー不足ではないかっていうふうにちょっと言われています。ただ、これが近い将来発売されたら選択肢の一つとしてですね、なかなか面白いかなと思います。自分もちょっと買おうかなと思ったりとかしてます。で、もう一つ、水素、燃料電池以外の利用例の方なんですけど、鉄鋼についてですね。これは、まあ、いくつか方法があるんですが、簡単に言うとですね、水素で、鉄の酸化物をですね、コークスと混ぜるか、もしくはコークス使わないで、やったりとかして、還元します。まあ、これはですね、ちょっと技術的に難しいんですけれども、今は、まあ、実証されつつあるということです。だから2030年の商用稼働を目指すので、例えば宅南製鉄とかそういうのをこういうの取り入れると、もうグリーンですねってことになってですね、なりますね。で、今これは結構いろんなところが取り組んでるらしいので、それほどあながち、まあ、遠い技術ではないそうです。で、もう一つ、これは覚えておいてほしいのはですね、CCUS とか CCU とか、カーボンリサイクルとかってやつです。CO2 を資源化する方法が結構実は次世代ですね、求められてきます。というのは化石燃料を使わないので、じゃあどこから化石燃料と同じような製品を作ってくるのかっていうと、やっぱり CO2 しかないんですよ。なので燃料にするとか、まあ、まあジェット燃料とかですね、とか DME っていうのも実は燃料にもなるし、化石の元にもなるしっていうので、結構
重宝されるんですけど、二酸化炭素と、水素でこれらのたくさんいろんなものを作るような技術が開発されています。ガソリンはですね、すでにもうナチスの技術を作ってるんですね。なので、まあ、あとはコストだけだったんですけど、それをもう真面目にもうちょっとやりましょうっていうことが今この、まあ、国のプロジェクトで進んでいます。なので、代替製品ですね。これをどうにかしよう。で、例えば、まあ、別の、ちょっと水素にするお話であれなんですけど、メタンを水素にするときに、CO2 にしなくても、カーボンナノチューブとかにすることも可能ではあるので、最近はそっち側の方でも化成品作ったりとか、材料を作ったりとか、いうふうなことも結構やられているということです。じゃあ、多分皆さんが一番聞きたかったことはこれなんかなと思うんですけど、沖縄の水素利用をどうするのか。まあ、ちょっと文字ばっかりになっちゃうかもしれないですけど、少しご勘弁ください。まあ、沖縄はやっぱりその、小さな、その、まあ、日本の縮図だと、よく言われます。なので、社会実装モデルをできるはずなのに、あまりできてないですね。で、まあ、これできるはず、なんでできないかっていうと、実は水素に関する、その、施設とか産業とか企業とか知ってる人が少ない。まあ、企業は本当にゼロですね。なので、これなんとかしないといけないんですけど、まあ、これをどうにかするためには何が必要かっていうと、まあ、無理やりどこかから持ってくるわけにはいかないですね、実は。なので、ちょっと慎重にしないといけないんですけど、なんでかっていうと、これは沖縄に適した利用法っていうのがあるはずだということなんですね。で、沖縄の特徴っていうのはやっぱり結構こういう特徴があってですね、まあ、それぞれ欠点、利点はあると。で、実はこれって、少し、広げると日本の国にも全部言える話ではあるんですけれども、なかなかですね、まあ、こういう課題を如実に持ってる、利点欠点をこう振り切れてるところっていうのは沖縄しかなくて、それをじゃあ真面目にやっていく、今までは無視されがちだった、本州では無視されがちだったんだけど、沖縄で真面目にやっていく必要があると。っていうことなので、これを考えるとですね、これをうまくちゃんと利用していけば、エネルギーの地産地消は結構可能だし、必要ではあるし、可能ではあるということだと思います。じゃあ、沖縄でじゃあどうやって水素を得るかっていうことを、まずは考えないといけないんですけど、再エネの余剰から水素製造するという話がやっぱあるじゃないですか。でも実は今、まあ、友達の電力系 YouTuber が言ってたんですけど、再エネの電力なんて全然少ないんですよ。6% ぐらいしかない。なので、結局、再エネを全部使い切られてですね、だいたい夜の7時ぐらいにまたピークをやっていくんですね。で、その7時のピークどうするかっていう話をなんかしないとしてるらしくてですね。で、そこのピークをどうにかするっていうのも、やっぱり電池になんとかするとか、そういう話にもなってくるらしくて、まあ、まだ電池になんとかのレベルなんですね。だから、もっともっと再エネ増やさないと、水素をちゃんとその、まあ、扱うってことを真面目に考えなくなっちゃう。考えない人たちは多いわけですね。まだそのレベルじゃない、段階じゃない。ただ、埋蔵量を考えると、電気の需要の4分の3しかまだ作れないんですね。他のエネルギーを考えるとですね、需要エネルギーを考えると、もっともっと本当は必要なんですよ。だから、実は、沖縄のその再エネは、結局水素になり得ない可能性は結構高いかもしれないです。ただ、季節変動とか、時間変動とかを慣らす分には、水素は使えるということなので、まあ、このあたりだったら、まあ、ギリギリ使えるかもしれないなというような読みではあります。で、日照時間はやっぱり全国ワーストですね。これも結構大事です。で、なんでさっきその余剰電力、まあ平準化させるとかそういう話をしたかっていうと、沖縄県は電力のバッファーが少ないんですね。揚水発電もないですし、電池はやっぱりたくさん入れるってもやっぱりリチウムとか使い切っちゃうので、まあ非現実だし、何年か後で買えないといけないので、コスト的にも見合わない。なので、水素を使うっていうのは、実はまあまあ、ギリギリですけど、沖縄は。まあ、現実的な回ではないかという、電力においては現実的な回ではないかというふうに、思っています。じゃあ、残りのエネルギーどうなのかと。っていうことは、電力以外のエネルギー需要ってもっともっとたくさんあるので、運輸とかもあるので、じゃあどうするかって、やっぱり水素を使わないといけないんですね。なので、県外からもうどこで作るかっていうと、ほとんどないので、再エネはほとんどないので、県外から輸入するしかない。で、しかないってわけじゃないんですけど、が一番現実的な感じです。なので、だけど、大量の需要を必要とするしないと、たくさん買ってくれないと、その海外かとか県外とか輸入するときにめちゃめちゃ高コストになるので、しかも売ってくれない。なんでわざわざ沖縄まで行くのって言われるので、じゃあそれをどうにかしないといけないので、
需要を増やすにはどうするか、やっぱり水素の発電ですね。電力会社の協力が必要で。で、じゃあ欲しいからって言って、じゃあちゃんと受け入れ体制整ってるのって言うと、まだ整ってないので、その設備を、ちゃんと整えないといけないっていうのが大事ですね。で、もう一つは県内でやっぱ水素権もそうは言っても確保をどんどんしていかないといけない。じゃあ、そもそも保存量が少ない、つまりその埋蔵量ですね、が少ない可能性があるんで、じゃあ全部それをちゃんとかき集めたらどのぐらいになるんだろうっていうのを真面目に考える必要があるというふうに思っています。じゃあそのためにっていうのは何かあるかっていうと、7つぐらいあります。8つから。で、複製水素ですね。まずは一番大きいです。これ、今もう水素出てます。昭和化学工業とかで化成ソーダを作るときに出てくる複製水素を使うと、めちゃめちゃ純度のいい、水素燃料電池自動車に乗せれるような、水素を作れます。で、埋蔵量も結構あって、これの化成ソーダの需要が増えればもっともっと増えます。ただ、ちょっと一部化成品使ってるので、もうちょっと3分の2ぐらいになるかな。なので、まあ、大体5000台とか4000台とかぐらいの SFC 燃料電池自動車を満充填できるような、ぐらいかなというで、まあ、複製水素なんで、まあ、目的外なので、結構安く作れるっていうところも、メリットですね。徳山っていう山口県のところでは、そういうふうなのを使って、複製水素で、水素ステーションを使って運用しています。あと、海から取るとですね。波力発電、張力発電、海洋発電、洋上風力。ただ、埋蔵量は多分、海に周り囲まれているのででかいんですけど、まだまだ技術が未確立なんで、だいぶ先になるんじゃないかなというふうに思いますし、台風のリスクがあるんで、沖縄は洋上風力結構向いてないんじゃないかなと思ったりとかしています。で、あとはバイオマスですね。沖縄の利点は年中植物を育つということなので、埋蔵量はたくさんあります。だし、意外と農業も盛んだし、酒造会社の酒粕も実は捨ててるんですね。なので、燃やすこともできてないみたいな感じの話をされています。なので、結構雑草とかそういうこういう培養のもので、水素作れるんですけど、まあ、メタンの方が効率がいいかもしれないので、ここをうまくバランスを見て、アンモニアとかでもいいんですけど、バランスを見て作れるようにした方がいいかなと思っています。で、水溶性天然ガスも実は無視できなくてですね、沖縄では結構出てます。で、まあ、どのくらいの量かっていうとちょっと分かんないんですけど、それでもちゃんと利用されている例はあるんですけど、それを水素に変換して二酸化炭素をうまくちゃんとそのキャッチすれば排出量は減るし、結構、まあ、グレー水素ですね、をうまく使うっていうことも結構大事なんじゃないかなと思ってます。で、あと、リサイクルの水素。これが僕ちょっと推したいんですけど、いろんなところですね、廃プラスチックとか先ほどのやつとか。っていうのは、海洋プラスチックを集めてですね、環境保全で、水素を作るんですね。コスト度外視でも別にみんな買ってくれるんじゃないって、水素成り立つんじゃないと思ってます。で、生ゴミもちゃんと分別を今、検してないので、すればなんとかなるかなと思ってますし、金属くずとかもうまく使えば、水素を作れますね。で、アンモニアもやっぱりが、実は沖縄では一番キーになるかなと。まあ、一番、今、リサイクルに続いて。でも、埋蔵量は多分一番大きいので、それをうまく、下水処理施設とか、堆肥化施設とか、畜産施設で、ちゃんと回収すれば、結構な量になるんじゃないかなと思ってます。で、さっきの塩を使えば、あまりコストをかけずにですね、水素を貯めれるので、いいのかなと思います。バイオマスとかトイレとかもできる。で、まあ、あともう一つは、ちょっとおまけですけど、タイへの熱ですね。表面温度が高いので、それを使ってですね、海洋深層水の温度差発電みたいな感じで、まあ、発電すればうまく水素を作れるくらいの、まあ、効率になるのかなと。あとは、冷やすとですね、太陽光のパネルの効率が上がるので、それと併用すると面白いかなと思っています。なので、まあ、こんな感じでですね、多様性をちゃんと意識してですね、いろんなところでかき集めて、うまくその回せるように水素を作ったり、まあ、エネルギーもですけど、作れるようにしとかないと、なかなかその需要を、将来的な需要を全部賄うことはできない。多分、これを全部うまくやったとしても賄えるかどうかも怪しいんですけど、できる限り地産地消をするという努力をしないと、沖縄県ではかなり厳しいと、水素を調達するのが難しいと思っています。で、使う方に関して言えば、まあ、いろいろアイデアはあるんですけど、ちょっと今日の範疇にはちょっとなかなか難しいので、まあ、持ってくればいいじゃんっていう形になるものが多いので、まあ、作るところを重点的に話しました。貯めるというところも、まあ、それも結構、まあまあ、できているものもあるので、そういうところを、まあ、ケアしながらうまく組み合わせていければいいかなと思っています。ただ、そのまま横滑りするとですね、単なる技術の横滑りだと、県を買う方になるので、ちょっと割高になっちゃいます。なので、県内企業を導入するのは、なかなか難しいと思います。なので、皆さんが、水素入れろって言っても、なかなかお金ないんですよっていう、まあなんかそういう状況になってくるので、じゃあそういう問題を解決するのはやっぱりなかなか
自社で何とかするの難しいだし、沖縄特有の問題をクリアしないといけないので、じゃあ逆にその不利をプラスにしようと、補助金で例えば導入すれば初期投資なくなるし、プレイヤーを外から持ってくればなんとかなるので、いろいろこういう外の力を借りながら沖縄の手厚い、まあ、補助金を使ってですね、でその企業を誘致したりとかして土着 土着企業とかその定着してくれることをどんどんこう狙ってですね、他と組ん で産業を活性化していくということが結構大事なんじゃないかなと思います。なのでそうするとですね、新しい技術とか新しい製品、新しい、まあ、知見が得られるので、それを県外とか国外、特に東南アジアあたりへ輸出するっていうのが非常に大事なんじゃないかなと思います。なので沖縄発の技術を世界へ出すということを気概を持ってですね、うまく、沖縄県で水素を広めていけることが、まあ、大事なんじゃないかと、まあ、皆さんの気持ち次第っていうこともあるかもしれないです。ということで最後これをまとめにして、終わりたいと思うんですけど、ちょっと時間が過ぎて、皆さんがやりべきことはこのあたりですね。なのでちゃんと知識を持って、で身近に感じて、で攻めに行くっていうところが非常に大事です。で積極的にいろんなところを使うという、で多様性ですね、いろんなことをいろんなようにいろんな角度からやる。なのでそうすると水素っていうのはなんか国から押し付けられたとか、なんか脱炭素のためにやんなきゃいけないけど、ってマイナスな感じじゃなくて、本当にもうティモンディ高岸みたいにやればできるみたいな感じでやってくれればですね、その皆さんの気持ちを持っていただければ、絶対水素社会っていうのはもっともっと早くですね、沖縄にやってくると思うので、これをまあ、締めの言葉として終わらせていただきたいと思います。というわけで最後は水素どうでしょうということで、一緒にやりましょう。ありがとうございました。どうも、中川先生、ありがとうございます。もういろんなと多面的に、そしてまた、水素以外のものまでも、まあまあ、水素全部関連はしてる部分なんですけども、また専門的なところで、若干私も理解しづらかったところもいくつかあるんですけども、本当、長時間、ありがとうございました。まあ、そこで、ちょっと質問、あと10分ぐらいですね、質問等を受け付けたいと思いますが、まずチャット、最初の段階で質疑あったもの。まあ、これは大体中身についてはですね、回答というか、まあ、説明の中で回答はされていたと思うんですけども、まず今日ちょっと皆さん聞かれた中でですね、ちょっと質問したい方いらっしゃいますでしょうか。今もうちょっとチャットで質問受け付けたかったんですけども、チャットが今入ってない。あ、入ってます。ちょっといくつか中川先生、この質問の中、はい、チャットの方で、質疑があったやつにちょっとお答え選んでお答えすることは可能ですか。はい、水素ステーションの話はですね、国内じゃなくて国外の、先ほどもちょっと話しましたけど、国外の安く水素ステーションを作っている会社が参入してきそうだという情報を手に入れているので、まあ、それで安くなるだろうということです。あとはもう一つはですね、まあ、国内の企業、中小企業さんも一応、安く作ろうとして、というところがあってですね、具体的なところっていうと、まあ、あんまり、上げていいのかどうかわからないので、個別に後で聞いていただければと思うんですけど、そこがいいです。で、あとは、水素として作るか、メタンあるいはアンモニアとして使ってっていうお話について言えば、一番燃料電池、まあ、適材適所なんですけれども、燃料電池として、まあ、エネルギーとして得るとしては、やっぱ水素が
作ってすぐ使うのが本当は実は効率が一番いいんですけど、それだったら電気でいいじゃんってなっちゃうので、どのくらい長期に貯めるかと、どのくらいの距離を移動させるかとかっていうとか、あとはどのくらい、まあ、ですね、どういうのかな、スペースがあるかとか、そういう複雑な、多面的なことを考えて決める必要があるというところですね。化成品にするようにだと考えたらメタンにした方がいいですし、アンモニアだと、まあ、ちゃんとその、肥料にするとか、そういう別の用途も考えられるので、そういうところも含めると、まあ、アンモニアがいいとかっていうこともあると思います。うん、で、さっきの焼却場の熱は非常にいい話で、それを使ってなんかしないといけないと思ってるんで、熱効率を上げるために、なんていうんですかね、火力発電所の排熱を使って、200度以上、まあ300度以上の熱をどうにかしてうまく効率よく使えるか、まあ、水素の、だけじゃなくてもいろいろ使えるかなと思います。っていうところですかね。はい。はい、どうも。質問し、今チャット以外でもうちょっともしかしてこの質問したいっていう方いらっしゃいますでしょうか。その方はちょっと、画像と、音声をミュート解除して、質問していただきたいんですけども、大丈夫でしょうか。ないでしょうか。は、こんにちは。いいですか。はい、どうぞ。お名前。あ、はじめまして。沖縄大学、沖縄国際大学、沖縄キリスト教大学院大学、ロビンソン・サイモンと申します。ゼロ沖縄にも属させていただいて、今日、中川さんにちょっと聞きたいんですが、はい。なんちゅう、沖縄のエネルギー自立、独立には水素がつながりますか、それともなんちゅうどうしても輸入が必要でしょうか。今の、沖縄県の調べで言うと、厳しいですね。自立は、完全自立は無理です。だけれども、何かも、そのプラスアルファ、先ほど挙げた7つのうちのどれかがゴンと伸びれば、もしかしたらあり得るかもしれない。でもやっぱその回は水素じゃないか。まあ水素か水素の化合物ですね。アンモニアとか。そういうものがないと、やっぱちょっと厳しいかなとは思いますね。うん、可能性はあるということだけは言っておきたいです。うん、それって沖縄の使うエネルギー量によって、自立が難しいですか、それともそもそも材料を輸入しないといけない。エネルギーだけで言うと、車とかそういうの全部含めて言うと、エネルギーの、まあ、自給、エネルギー自体ですね、消費量自体が大きいので、ちょっと厳しいと思います、ね。じゃあ、エネルギー量、使うエネルギー量を減らしたら、可能になるってことですか。はい、そうです。それはそうだと思います。じゃあ、省エネの社会に目指したら、エネルギー自立も、なんていう、視野に入ってくるっていうことですね。そうですね。どのくらい頑張ればいいかっていうのは数字的には出せないですけど、今、3分の4、4分の3だけ、しか電力が持たれてないっていうことを考えると、多分これはさらに半分以下じゃないと、多分賄えないんじゃないかなと思いますけど。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。他にいらっしゃいませんか？大丈夫ですか？はい。ではですね、もうこれは、そうですね、事前に質問があった中で、まあ、沖縄電力でも水素調査研究始まっているけども、はい、まあ、展望とか、
あるいはこれはもうちょっともう内容の中であったんで、説明されたということでですね、一つちょっとかなり、違うとは思うんですけども、まあ、温暖化に、原発を推進するグループに対して対する評価、まあ、これはちょっと中原先生の個人的な意見かな、に対するものかなという質問なんですけども、うん、大丈夫、お答えできますでしょうか、中原先生。まあ原発の是非という話ではないと思うので、温暖化対策で、まあ、サイエンス的に考えると、その後の処理とかその辺を抜きにするとですね、まあ、確かに原発温暖化対策には、一役は変えるはずではあるんです。だけど、まあ、それを使って水素作ることもちゃんとまあ効率いいものと考えられてはいるんですけれども、今、いかんせん稼働の、まあ、率とか、まあ、稼働する年数、あと、その、まあ、環境、まあ、なんですかね、規制とか、そういうのがどんどん厳しくなってくるので、まあ、先もちょっと言いましたけども、まあ、どんどん今、シリスボミになってくるはずなので、まあ、別に未来がないわけではないんですけれども、海外ならあるかもしれないですし、まあ、そういうのはあるんで、日本が技術を持ってことはいいかもしれないんですけど、日本においては多分、どんどんなくなっていくんじゃないかなと。はい、ありがとうございます。まあ、まあ、基本的にはもう沖縄で原発っていうのはかなり厳しい、経済的にも厳しいとは思いますけども、まあ、これはいろいろ、皆さん賛否、あるかとは思います。はい。他、質問ないでしょうか？なかったら、本日の、講演を一旦ここで閉じさせていただきたいと思います。